1月22日、吉本興業は松本人志60が文藝春秋に対し、名誉毀損に基づく損害賠償及び訂正記事による名誉回復を求める訴訟を提起したと発表した。訴訟の主な争点となる見られるのは、昨年12月27日発売号の記事である。松本がスピードワゴンの小沢和孝に女性を集めさせ、グランドハイアット東京のスイートルームで飲み会を開催。参加者の A 子さんと二人きりになった松本が俺の子供梅屋などと性行為を迫った様子を報じた。また、同時期に松本から肉体関係を迫られた B 子さんの証言も掲載している。そして9人目となる証言者が現れた。当時19歳の学生だった沖縄出身の H 子さんだ。彼女は2005年8月19日、沖縄県国頭村にあった祖母宅に帰郷し、いとこらと4人で JAL プライベートリゾート奥間現奥間プライベートビーチ&リゾートのプールを訪れたという。そこに松本さんをはじめ、4人の芸人さんが居合わせたのです。 H 子さん。ブリーフ型の海パン姿でサングラスをつけていたのは松本だった。脇を固めるのは3人の後輩芸人である。私たちがキャーキャー騒いでいると、後輩芸人の一人に今夜空いてないかと聞かれ、連絡先を交換することになったんです。その晩、彼女たちが案内されたのは、コテージの2階。約50平米の部屋には、キングサイズのベッドが一つあった。松本は開口一番、彼女たちに子を告げた。写真は絶対ダメやから。H子さんが言葉を続ける。私は自己紹介で19歳ですと言っていたのですが、松本さんに好きなの取って飲めやと言われたので、仕方なくチューハイを飲むしかなかった。その後、松本ははにかみデートしようや、と唐突に提案する。当時流行していた恋するはにかみ、TBS 系、男女一人ずつの芸能人が、相手を知らされないままデートをする様を書く、人気バラエティ番組である。松本さんとペアになった私は階段を下り、ワンランク上の別室に連れて行かれたのです。 H 子さん。松本はドアの鍵を閉めると、カーテンを閉め切る。体を寄せた松本は、自分と性的関係を持つメリットを次のように説明した。携帯番号を教えたるわ。よく沖縄に来るし、その時も会えるから。だが、当時19歳の H 子さんが、40代の松本に性的魅力を感じる要素は微塵もなかった。密着してくる松本さんをどうやってなだめようかと考え、私は当時ファンだったキムタクの話題を出し、キムタクって見たことあるんですかと聞いたりしましたが、彼は一切手を緩めなかった。しつこく迫ってくる松本さんを30分くらいかわしていたところ、突然、烈火のごとく怒り始めたのです。松本はほな、もうええわ、と絶叫、バーンと音を立てて玄関のドアを押し開けると、飲み会をしたコテージに戻ったのだ。お前らもうええ、帰れ、と怒鳴り散らした末、松本は4人を静まり返る暗闇に切り出した。後輩芸人の一人は、彼女たちに子を告げたという。俺たちは誰がやれるかをかけてたんや。結局、誰もやれないから松本さんもあんなに怒ってたんだよ。後日、H子さんは高校時代の友人にその日の顛末を報告している。彼女はホテルで飲もうと言われてついて行ったと言っていました。ところが、やられそうになった。人としてひどい。嫌いになったと怒り、落ち込んでいた高校の友人。まっちゃんでも、キムタクには負けるよね。